まあおはようございますって言っても、昼は過ぎてるんですけど、今日はですね日曜日ですね。ちょっと待ってな、ちょっと無編集クソ動画からちょっと動画の撮り方気をつけなあかんねんけど、わかんないですね。今日は全国的に何日？2月9日の日曜日です。12時39分。私ですね、今日はですね、お休みでございます。ね、毎回のごとくね、ゴミ処理場跡地から動画を撮っております。Z900RS、150君をですね、しばらく乗ってませんでした。ね、ちょっとやっぱ寒いんでね、今日も、5度かな、今ちょっと天気、日が照ってきて6度7度になってくると思うんですけど、やっぱ寒いです。私のね、今日の装備はですね、5の手袋、これ電熱じゃないんですけど、やっぱちょっと指先が寒いですね。で、B3 と、オーバーパンツと、靴はね、ソレルの、マイナス何度まで耐えれるか言ったらよくわかんないですけど、うちはオーダースーツチャンネルには動画を上げてます。それでもね、やっぱり、手が寒いですね。やっぱ電熱グローブやらないといけないんですけど、どうも、今年はね、まだ電熱グローブは一回も出してないんですよ。ね、昨日もね、バイクの藤井さん誘ったんですけどね、あっさり断られましたね。まあでも、今日せっかくの日曜日なんでね、先週はね、ちょっと嫁が体調不良でね、あんまり外に行けなかったんでバイク乗ってないんですけど、今日はちょっとエンジンかけとかなあかんなと思いましてね、乗ってることで、動画を撮ることにしました。ね、もう、冬なんで、洗う気もせんので、見てください、これ。ほこりまみれですよね、いちご丸ちゃん。いちご丸ちゃんね。元気にね、今日も、エンジン、かかってるわけですけども。ね、快調ですよ。ね、スッとエンジンかかりますよ。音、聞きましょうか。ね、このノーマルマフラーでね、いい音しますよ。ね、いちご丸ちゃん。マフラーもね、ドロドロですよ。ほこりまみれでね、かわいそうに。ちょっともうちょっとあったかくなったらね、洗ってあげますね。実際こう、バイクってね、やっぱりこう乗らへんかったらね、まあ、インターネットとかでこういろいろこう、見たりですね、バイクのことをこう見たりするとですね、また違うバイクに乗りたくなるんですけどね。でもやっぱりこう乗ってみると、やっぱり自分のバイク一番いいですね。ああいうハーレーでね、僕今ハーレーでね、いいなと思ってるのはね、ファットボブっていうのかっこいいなと思ってね、目が四角いやつね。なんかファットボーイとファットボブがあるからちょっとややこしいんですけどね。で、あと川崎のダイグとかね、もう絶版ですけども、まあああいうのも乗ってみたいなと思いながら。で、あと、見てたら何やったかな、ホンダのねレプリカ、CB1000RR とかね、松木さんが乗ってるやつとか、なんか、今度トリプル R が出るとか、なんか出えへんとか、なんか見たから、ああ、レプリカも一回乗ってみたいなとかね。ああいうこう、今まで乗ったことのない形のバイクって乗ってみたいなって、例えばオフ車とかね、乗ってみたいなって、こういろいろこう、ネットで見ながら、思うわけですけど、やっぱりこうやって、自分のバイクをこうエンジンかけてね、見ると、やっぱりこのバイクが一番ええんかなと思ってね。で、やっぱりこうネットで見てたらね、Z900RS も今はもうタイガーカラーって言って、緑と黄色の、黄色やったかなと黒やったかな、3色のやつ
かっこええなあれもと思って思うんですけど、あ違う、僕はもともとタイガーカラー大好きなんでタイガーカラーがええなと思って、思うんですけど、やっぱりこれで乗ってみると、あやっぱりこう、このねファイヤーパターンもいいかなと、あファイヤーちゃうな、なんていうの、このタンク、オレンジに、茶色のタンクやね、パッと見これね、あのタンク真っ黒に見えるんですけど、実はね、これはね、ブラウン系なんですね、で、まあね、やっぱり最終的にはやっぱこのバイク買ってよかったなと、思いますね。だから実際、頭とかイメージでね思うよりこうやっぱりこうやっぱ乗ってみるのが一番ですね、最高ですよ本当この150くんはね Z900RS は、でね今日は今からご飯どっか食べに行こうと思ってるんですけど、ライダーズカフェ、に行こう思ったんですけどね、めんどくさいんでね、やめます。どこで食べようかな、やっぱりね一人でライダーズカフェ行くのも寂しいんでね、ただ単にまた今日はねあんまり走らないんでプラプラっと近所でご飯食べていこうかなと思ってね思ってるわけですよ、いやかっこいい、やっぱりいいね自分のバイクは、まあ、洗ってあげんとあかんと、この寒さはね2年目のこう冬っていうのはなかなか、ちょっと飽きてくるな洗うのも、もう買って1、2年目はもう洗いまくったけどな、この寒さはちょっと耐えられへんな、また2月に入って余計寒くなりやがってほんまに、今日もだから天気はね、あの天気予報では晴れのち曇りになってるんですよ、でやっぱり各地によっては雪ってなってるんで今日は超寒ですよ、超寒、今引いてってるんでね、いいですけども、そんな感じですよ。久しぶりにね動画撮るんでね、あのバイクでこの、アクションカメラで撮るんで撮れてるかどうかは不安ですけどもね、秘密基地はね、相変わらず270、今7名かな8かな、そんなにね人気はないんですけど、でもまあ編集しない動画の方がよりこうタイムリーに、アップできるんで、その点では面白いですね、はい、ということですね、今日は11時までゆっくり寝てダラダラと、バイク乗っていこうかなと思ってますよ、ね、バイクの運転の仕方覚えてるかなと思ったけど案外覚えててよかったね、はい行きまーす、こういう時にね事故したらね、ダメなんで全部の動画が、ダメになるんでね、ゆっくりですね気をつけながら行こうかなと思うわけですよ。でねやっぱりねこうね乗ってなかったらねやっぱマフラーとか変えたいなと思うんですよね、乗ってない時はねやっぱりこう人の YouTube でのこうマフラー音ですね、を聞いたりとかですね見たりとかすると、ああ俺も変えたいな爆音したいなとか思うんですけどね、でも実際乗ったらねやっぱりねノーマル言うとしますよこの Z900RS はね、で私ね近所が密集して民家が密集してるんでね住宅はねあんまり大きな音で出せないんですよね、だから今でもちょっと、3、4メーターかな離れたところに持って行って、アイドリングしてるんですよ、ね、これ左行こうかな、ねえ電熱グローブとか電熱ウェアとかね見に行ってもいいんですけどね、なんか中途半端し、いつもこれ中途半端なのよね、
欲しいなと思った時はちょっとシーズン前で、ああもうすぐ出てくるなと思った時に欲しくてね。でまあシーズンの時にはこう見に行かんと、シーズン終わりぐらいから欲しになるっていうね、非常な僕の変な現象なんですけども、まあ今電熱グローブも結構ねやっぱりね、あのいいのいっぱい出てるんでね。ただね、街中を走るには別に僕の装備では別に電熱グローブいらないんですよ。まあ、手ぐらいかな。まあ、オーバーパンツとか、入って、ね、この、なんですかね、あの、ウェアも、B3 も結構な、あの、保温性持ってるんで、いらないんですよね。だからね、まあまあ、無駄なお金は使いたくないなっていうのがやっぱありますよ。でね、やっぱりね、マフラーですよ。マフラーはね、買えるとしたらね、まあお金があって、買えるとしたらですね、大西ヒートマジックかなんかいうやつ、あれがいいですね、音が。実際はね、目の前で見たことはないんですけども、あの YouTube で上げられてる方のを見るとね、あの音が一番好きですね。ただね、ああいうのってね、もう一回取り替えなあかんでしょ、あの車検の時に。あれは、大西ヒートマジックはあれなんか、車検対応なんかな。車検対応じゃないとね、非常に面倒くさいんですよね。でもね、これね、走ってるだけで十分、これあの音いい音するんですよ、ね。やっぱりこう見た目はね、やっぱりこうちょっとなんかあの尻尾切れたみたいなマフラーですからね、あんまり見た目はそんなにこうよろしくないのですが、音はね、あの別に不満はないですよ。ね、僕意外とだからね、若い時、20代の時はバイク乗ってた時は逆に乗らんかったんで、改造ばっかりして遊んだ、まあ僕が改造したわけじゃなくて やってもらってたんですけどね。風も強いな今日、これはもう早帰りなさいっていうことですよね。ここはね中央大通りです。はい、だからね実際やっぱりバイクはね乗るのが一番いいですよ。まあ見てるのも楽しいんですけどね。でも改造すればするほどやっぱりこうなんかこう乗りにくくなるような気がするんですよね。まあまあこれも僕の勝手なあれなんですけどね。あの車もね、昔はね、いろんなのをやったんですけどね、もう今は、20代の時かな、エアロつけたりとか、ハンドル交換したりとか、やってみたい年頃だったんですけど、結局ね、一回やってからもうその後はね、もう普通に納車された状態のままもうずっと乗りますね。改造もせずですね、あまり。結局シンプルイズザベストになるんですよね。僕はね、こう、なんやろ、まあ見た目がね、やっぱりこう、オリジナリティがね、みんな欲しなるんでね、まあ、カレーもええけどな、せっかくね、皆さん、こう、動画見てくれるって言ったらね、まあこれね、まあ、うちから10分ぐらいのところにあるんですけどね、みんな UK ワイルドキャッツってご存知ですか？これね、多分西宮の方と堺の方もあるんですけど、今ちょうど正面に見えてるとこなんですけどね、そこに行ってみてもいいかなと。これね、バイク置くとこが僕ちょっと分かんないです。車置くとこは知ってるんですけどね、なんかバイク乗りが来そうなね、でまたメニュー見てもよく分からない、メニューのとこがあるんですよ、大阪には、ぜひ大阪にね。ただね、大阪に遊びに来てもね、これバイクや車で今度なかなか来にくい場所にあるんですよね。その電車で来られた方っていうのはね、やっぱ友達がこっちにいなきゃなかなか来れないっていうね。